はい、どうもこみです。さて本日は関西クラクラクラブからお届けしたいというふうに思います。いやーチャンピオン1位のねリーグ戦今3回目の挑戦なんですけど、いやー相変わらず相手が強いですね。なんとか今のところ1勝1敗で際どいところで持ってるんですけどね。今回残留、初残留かなできれば、というところでね今チーム時間となって頑張ってるんですけども、今日はねそのリーグ戦の中から突撃艦スパウィズに関して見ていこうと思います。で、まあ、これはもう説明はそんなにする必要もないかなと思うんですけど、要は突撃艦の中にスーパーウィザード入れておいて、レイジかけてインビジブルかけてバン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 ってその突撃艦を落とした周辺を削っていくというやり方ですね。でよくこれは戦いの本当、戦闘の本当序盤の方で使われることが多くって、狙うべき場所っていうと、こう、タウンホールとか、タウンホール14で言えば投石機とか、こういうところを狙っていくのが、一般的かなと思うんですけど、実は、ドラゴン使うときって必ずしもそうじゃないよねっていうことを、今回ですね、ちょっとクラメンと話をしながら、考えていました。で、まあ、リュウさんにいろいろ習ってたんですけど、リュウさんね、もともとは、中華式を主にやる方なんですけどね、リーグ戦とかで、絶対にこう、なんかタウンホールがこうね端っこに寄っていて絶対に方針2を取んなきゃっていうような場面では、逆方向から中華式を突っ込むと結構事故りやすいので、こんな感じで、突撃艦スパビスの、ね、ドラゴンをやってるんですが、今回イーグル砲とあと相手の防衛軍ですよね、あとアーチャークイーンもなるべくなら倒していきたいというところでしょうかね。これね対空砲も壊しているんですけど、アドバンテージ的にはどうですかね。一応の主要施設と言われている、防衛は倒しましたと。であと、イーグル砲も潰してますけど、投石機とかねタウンホールとかこういうところを結構ね狙いたくなると思うんですよ。このタウンホールの手前とかにね落としていって、なんだけどもそうしないってことなんですよね。で、まあ、この攻め方そのものの話を言うと、ガーンとこうね、削りを入れるじゃないですか。削りを入れたら、その周辺部分からタウンホールにかけてっていうと、こういうところ、この部分っていうのを、まあ、ヒーローだと、今これベビドラ版がね、こう出てきてますけども、こういうので潰していくわけですね。で、残ったエリアっていうのを、ドラゴンでガーンとこうね、潰していくと。まあ、いう形、あ、逆か。で、やっていくっていう形になるんですけども、今回ね、アーチャークイーンを短期で、このタウンホールのところに突撃させていきましたよね。で、相手のアーチャークイーンのところにはバーバリアンキングを入れるという形ですね。で、ここを、クイーン、ババキンで処理していくっていう感じなんですよ。で、おそらく、このタウンホールに関してもクイーンでもう交換ですよね。クイーンを捨てる代わりにタウンホールもらいますよっていう感じの、もう投下交換をイメージしたものになってると思うんですけども、このね、突撃艦スパビズを入れる理由、まあ、リュウさん曰く、なんていうのかな、ドラゴンパートに呪文そんな割くのがもったいないからっていう話らしいんですね。これね、僕も最初、全然理解できなかったっす。どういうことって思ったんですけど、後でちょっと見てもらいたいと思うんですけども、ドラゴンとか、まあ、ドラゴンライダーって、徐々にこう数が減っていくんですよね。で、徐々にばらけ始めるんですよ。まさに今そうじゃないですか。こんな感じで、こっからまとまって出したドラゴンが、こういう風にばらけてってますよね。ってなってくると、序盤こそここに霊石とか打っていけば、効果範囲に全部入るわけなんですけど、中盤から終盤にかけては、どうしてもこういう風にね、半分ぐらいしか、そのユニットが、呪文の枠の中に入ってくれないんですよね。で、さらに、なんていうのかな、そこに至るまでにユニットがやられてしまうので、出した時のユニット数の半分以下しか呪文の枠に入んないわけですよ。ってなってくると非効率なので、であれば呪文を最大限利用できる、使い方っていうのも序盤にしておいて、ドラゴンに使う呪文っていうのは無駄にならない範囲の数に絞っていくという形になるわけですね。どうでもいいけど、これなんかグランドオーデンのジャングルスキンの顔みたいになってません？なんかたまたまですけどね、狙ったわけではないけど、なんかふと思いついちゃいました。はい、っていうね、話がだいぶそれましたけど、というところなんですね。で、リュウさん曰く、フリーズ3発、ヒールレイジ ×1 ×1、まあ、×3 でこんな感じかな。このぐらいっていうのがドラゴンに使っていく呪文として、まあ、適切な数じゃないかなっていう
あの話でした。まあこのね、序盤にレイジヒールを使っておいて、終盤フリーズで止めていくっていうのはいい判断ですよね。あのドラゴンの数と相手の防衛施設の残り具合を見てフリーズを割っていく。で、序盤はレイジヒールの輪の中に全部ニートが入りやすいんで、どんどんそれを使っていくというパターンですよね。で、もう一本、リュウさんのタック見てもらえたと思います。今度のね、こっちの方が僕としては結構、マジそこ呪文打つのみたいな感じでしたね。で、これ、ここの、12時方面のグランドオーデンがいるところ、マルチ IT があるところに突撃艦スパビズを放っていくんですね。で、インフェルノとエアスイーパー、あとクロスボウ2機、グランドオーデン、対空砲、まあ、結構、折れてるっちゃ折れてるけど、まあ、こっち打つならこの、どう考えても投石機とかタウンホールがあるところに打ってかないのかなーって思ったんですよね。だけど、そっちじゃないということなんですね。で、まあタウンホール方面に打つと、どうしてもそこでトルネードトラップがあったり、こういう風にボムタワーがあったり、対策をされていやすいんですよね。あの、スパビズ来るのか来るのか、やんのかこの野郎みたいな感じで、こう、向こうも待ってるわけじゃないですか。だから、そこに自分から飛び込んでいくのは、あんまり得策ではないっていうところで、あの、そうするよりは若干ずらしたところで、むしろ火力が、まあ、そこそこ集中しているところに落としていく方が、まあ、事故なくスパビズがちゃんと機能する。ここなんか、もうほぼほぼ罠がないのが分かってますよね。この大砲の両脇に少しまあ2枠3枠の隙、まあ、2枠かなの隙間があるんで、ここに巨爆があるかなという気はしますけども、まあ、それ以外罠らしい罠が置ける場所はそんなないから、まあ、自己リスクだいぶ低いわけですよね、スパビズの。で、タウンホールに関してはしっかりとアーチャークイーンがクロークを貯めて、突入できればそれを処理できるわけなんで、ポイズンも持っていきながら、ヤクとアイスゴーレムでしっかり相手の防衛軍を、止めていきながらタウンホールにアーチャークイーンを届けていくっていう感じですね。まあ、キングとアーチャークイーンもここで完全に使い捨てになるわけなんですけども、これでさっき言ったように交換が成り立っているというところですね。で、ドラゴンパートですね。見ての通り呪文やっぱり同じですね。フリーズ3発のレイジ、ヒール、それぞれ1発ずつと。これを集まってきたドラゴンに、まずはレイジ打って、トームをかけていく。で、トームをかけて、トームが切れる頃合い見計らってヒールを放っていくという感じですね。これ真ん中ものすごい今、赤爆弾と、スケルトントラップ出てきましたね、これ。だいぶがっつりだけど。で、これ、ロイヤルチャンピオンもドラゴンライダーとドラゴンの舞台に混ぜてますね。で、このヒールもいいですね。綺麗にこの、結構赤ゲージになっているドラゴンたちが、マルチインフェルノのダメージを受けながらも、こう、ギリギリ体力を削られないようにして攻め上がってるんですよね。これができていく。で、さらに、終盤になってきたこう横打ちしてくる施設っていうのを、フリーで止めることによって、さらにドラゴンたちが伸びるという感じですね。いや、お見事ですよね。で、結果的には、かなりの圧倒的な全開になってるわけなんですよね。ロイヤルチャンピオンも生き残ってるし、ドラゴンライダーも相当量が生き残ってるので、まあ、楽勝と言えるレベル の残り具合かなっていう感じですね。まあ、そんな形で、結局、その次に出すヒーローたちでタウンホールを取ろうと思った時に、ね、そのヒーローたちが確実にタウンホールを取れるだけの火力の、なんていうかな、減少っていうのを、トツビズでやっていくっていう感じですね。この村の、最も配置をこんな見るとこんな感じ。ここですね。これをしっかり削っておいて、ヒーローたちが横それしないように、間違ってもこっち方面に行かないように、サイドカットをしておくというのがまず1点と、さらには、こっちから横打ち、これが来ないようにして、キングとクイーンでしっかりとタウンホールを撃破することができる形を作る。っていうことによって、この部分が丸々消えてしまうから、ドラゴンはイメージこんな感じですね。まっすぐ残ったところをドラゴンが攻め上がっていくという感じになってくるってわけですね。で、この距離、直線距離であれば、まあ、大体、ヒールレイジ、さらにフリーズ3発で乗り切れますよっていう大体のね、まあ、リュウさんの、経験則というかね、から出てくるその、呪文の、必要量ですね。これ以上持っていく必要もないと。で、このマルチインフェルノにね、本当は、イーティーですね、突撃艦イーティーを当てたらどうなのっていう話もあったらしいんですよね。いや、もうそうすると、まず、ここが、全部壊れないと思うんですよ、多分ね。微妙にこの辺のウィストが残ったりとか、対抗残ったりとかしちゃって、サイドカット効果が、不十分になっちゃう。プラス、絶対にこういうクロスボウまではいかないはずなんで、そいつらがヒーローを撃ってきちゃうと、今のババキンとクイーンによるタウンホール破壊っていうのが、これ阻害されちゃうわけなんですね。
なんだし、レイジー一発を突撃艦イエティでこの部分に当てたとしても残った呪文使いどころがないって話なんですよね。さっき1本目のリプの中で言った理由で、あの呪文をたくさんドラゴンに持っていっても結局ドラゴンたちが徐々にこう減ってしまったら、あの撃つユニットがいなくなっちゃうんで、そうなってしまうぐらいだったらもういっそのことを、突撃艦スパビスで、序盤にアドバンテージをきっちり取れる、まあ、そういう入り方をしていこうというですね、ことになったっていう、まあ、そんなようないきさつをあのリュウさんが話してくれました。でこれは 99% ですね、本当にもう時間だけだったっていう感じで、めちゃくちゃ惜しいアタックだったんですけど、あの見てほしいのはドラゴンたちがどれだけ残るかって話なんですね。まさに今回のエースさんのアタックっていうのもこんなにいっぱいドラゴンパートに呪文持ってってるわけではないんですが、まあ、それでもさっきのリュウさんよりは若干多いかなっていう感じですね。でそれを使っていくドラゴンたちがどんな風にあのその呪文の効果に入っていくのかってところを見てほしいなっていうところですね。まあ、この攻め決して悪くないんですけどね、普通にめちゃくちゃいい攻めなんですよ。突撃艦もこの当てる角度もいいですよね。いいしきっちり遠夢をかけていって、タウンホールに届くだけの遠夢時間っていうのを突撃艦に与えていくと、早く撃つことによって相手の防衛援軍から、ユニットがやられるリスクも減らしていくという感じですね。でエアスイーパーにこう、ね、突撃艦が、押されるんで、タウンホールにちゃんと、隣接するところに、突撃艦が押してくれるだろうというところで、中にはスニゴブですね。確実にこの辺にストレージがないんでタウンホールが壊せる、非常にいいユニット選択ですよね。ただドラゴンたちが見てください、これ中心部分にいたドラゴンがシングルインフェルノに焼かれちゃって、さらにこの辺の大工のね、小屋とかのダメージも受けたり、罠があったりとかしちゃって、みんないなくなっちゃう。で、この辺から、まあ、呪文必死に打っていってますけども、ほら、もうドラゴンがね、もう4体ぐらい、3体4体しかいないわけですよ。ドラゴンライター入れても多分3体4体かな。っていうレベル。で、こうなってきちゃうと、もうこれ、この時点でもう、50% しか、破壊いってませんけど、呪文使うドラゴンがいないですよね。まあ、それを、A さん分かっていて、序盤にもう呪文ガンガン使ってったっていう。それはもう分かった上の多分攻めをしてると思うんですけど、呪文貯めちゃうとこういう風になってしまうので、であればここでだからもう1枚とか2枚レイジやヒールがあってももう無駄なんですよね。打つ場所がないっていうか、打つ相手がいないみたいな。なのでさっきのリュウさんの話に戻るんですけど、イエティで呪文を節約してレイジ一発にしとこうっていうよりは、むしろ突撃艦スパビズを使うことによって、スーパービザードにね、しっかりとレイジをかけながらインビジをかけてあげて、で、ユニットの、4体いるスパビスの破壊効果っていうのを極限まで引っ張ってあげる、引き出してあげるという使い方の方が、効果が出るということですね。まあ、この手の、ちなみに話が変わるけど、この手の、ドラゴンラッシュって最後やっぱね、アーチャークイーンとユニコーンですよね。こいつらの活躍にだいぶ頼るところが大きいなっていう感じですね。これね、ストレージとかね、こう殴ってる間にユニコーンが回復してくれるんだよね。だから意外とこうストレージ殴ってる時間も無駄じゃないというか、アーチャークイーンにとっては回復のための時間だったりするんですよね。なのでね、こうなってくるとなかなかアチャート1本とかだとね、倒せないんですよね。まあ今回はアチャークイーンが落ちちゃうんですけど、でババキンがこれ回り込んでアチャートを倒すか折れるかどうかっていうところで時間切れというところでしたね。めっちゃくちゃ惜しかったですけどね、っていう感じになることが多い。なので結構ね、アチャクイ短期で最後生き残って全開になるパターンっていうのは、これドラゴンラッシュでは決して失敗のパターンではないと思いますね。まあ、よくあるテンプレじゃないな、典型的なドラゴンラッシュ系の全開の取り方になってるかなって感じですね。はい。で、ラストですね、見ていきたいのはこちらになります。どうでもいいけど、このワーカルテルうまかったな。38体、まあこっち星1があったんですけども35なんですよね。まあ、38取られた、まあ大体これぐらいは最低取ってくるか。レジェンドのレジェンドじゃねえわ、チャンピオン1だったね。どれだ無駄話したら、あ、これ、ミケさんですね。ミケさんの花火で、この花火っていう戦術もまさにさっきの話と同じで、クローンプラスレイジインビジ3発なので、合計で、6+2+8枠の呪文を使うわけですよね。まあ、突撃艦スパビズよりもむしろ呪文枠は多いんですよ。で、まあ、これもね、なんだかんだ言ってやっぱりその、スーパーガーゴイルのクローンプラスレイジ効果でそのロングショットですよね。このロングショットの、
ダメージっていうのをきっちりとターンフォールだったり相手の急所となる防衛にぶち当てていくっていうところがやっぱ肝になってくるので、ドラゴンたちにさっき言ったように呪文をそんなされてもしょうがないので、ドラゴンたちは盗夢をかけてガンガン暴れさせるんですよね。で、その分空いた呪文枠っていうのをこのガーゴイルたちに使ってあげるっていうのがこの戦術の強みですね。ちょっとこれインビジが遅かったんで危なかったですけどね。こんな感じで持っていくっていうところですね。まあ、だから、まさにこの花火もそうだし、スーパーウィザードもそうだと思うんですけど、まあ、基本的にはその、施設が密集しているところでもう呪文枠数っていうのをユニットをなるべくね、殺さないようにガンガン使っていってある区画をドーン破壊する、まあ、その考え方っていうのはドラゴンにレイジかけるなんかっていう時も同じだと思うんですけども、それよりはむしろ、突撃艦を突つことによってもう狙った場所にユニットを確実に放出できるので、まあ、その効果を狙ってそこに呪文をふんだんに使っていくことによって、まあ、事故が比較的少なく、まあ、事故は多いか、まあ、不確定要素っていうのかな、ユニットがこう流れちゃうとかいう不確定要素なく呪文の恩恵を最大限、利用できるっていう点で強くて、まあ、それが呪文をいっぱい使おうと思っても使いにくいドラゴンに、なんていうのかな、相性がいい、攻め方になってくるわけですね多分。まあ、なのでこういうドラゴン系の戦術には、まあ、一般的に呪文を使わなくてもいいユニットって言われてますけども、一方で使いにくいユニットとも言えるかなと思っていて、そのために序盤に呪文を大量に使用しながらアドバンテージを取っていく突撃艦のスパウィスとか花火ですね、スパガゴなんかがよくこう組み合わされるのかなというふうに思います。まあ、逆にイエティとかでやっちゃうとその分余った呪文どうすんのってところをしっかり考えながらやらないと、呪文枠をね、まあ、とにかくドラゴンに使えばいいやと思うと無駄になっちゃうんで、まあ、その辺は本当要注意ですね。気をつけながらやってみるのがいいんじゃないかなというふうに思ったところです。はい、というところでですね、本日はクラン対戦リーグチャンピオン1のアタックの中から、突撃艦スパビズをなんでね、ドラゴンに組み合わせるの、そこに落とすのというところに関して見ていきました。いかがでしたでしょうか。こんな形でですね、私のチャンネル、クラン対戦の解説系の動画中心にやっております。今日はダンホール14ですけども、12から14まで幅広くやってますので、この動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてまた、これからもどうぞご視聴お願いいたします。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。なんかちょっと画面が若干チラチラしてますけどね。後ろに実はビザとか隠れてます。見えた人いるかななんて。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。